どうもタブヤンです。ビックリマンワールド激闘聖戦士続きやっていきたいと思います。前回ねサタンマリア倒すことができました。まあ合成で一発だったんだけどね、戦った手応えはあんまりなかったですけどねさあ次はシソジュラ倒しに行きたいと思います。行くぞ。さあ多分ここだと思うんだよね。乗り込みましょう。おお、まがまがしい雰囲気ですね。あ、これなんかアイテム使うのか。多分あれか、ジュラキーか。ジュラキー使う。おお、開きました。さあ登っていこう。外れ。おお、新キャラ出てきました。ダイマトンマ。ダイマを集中攻撃しようか。お助け名簿は使わなくていい、まだ。よし倒した。セントフェニックス100のダメージ。相手にならんな。トンマも助け名簿いらん。あ、天使ダンジャックキジアニババ。おお、結構強い。うちの光栄を舐めてもらったら困るよね。さあ、さらに先に階段が。さあ、ヤマト王子レベル17になって、履歴一つ覚えました。聖堂派。なんだろう、攻撃履歴かな。お、左端。あー、宝箱。鬼人アリババ、マジックキー、復活ボール。いつものアイテムだ。さあ4つのうち2つ、下2つが外れでした。どっち行こうかな。左か右。左行こう。あー、これも外れ。1四球ボール。最後の1つ、右上。おお、天使ダンジャックもレベル16になってヒットポイント回復覚えました。これで3人ヒットポイント回復できますね。ヤマト王子、クロスエンジェル、天使ダンジャック。ん？なんだ今の。え？何がどうなったの。また戻されたぞ。意味がわからんぞ。どういうこと。あら、出口外出ちゃった。どういうことさあ戻ってきました、2回目。でもね、ここ触るとね、さっきのとこ戻っちゃうんだよね。なんか道具使うのか。もうでもないしね、道具別に。何もセイラン砲撃ってもしょうがないしなこれ絶対シソジュラに撃つやつだよね。謎が解けないわ。進みましょうか。この上の方とだと思うんだよね。下行こうか。あ、行けたマジか。これでも絶対次また。これ絶対同じような罠あるよね。左側が上だったから、今度下なんじゃない。よほどひねくれてる開発者でないと。いけ、よし、突破した。やった。階段ありました。さあここまで来たぞ。みんな迷った分ね、レベル上がりましたよ。ヤマト王子レベル18。
みんなレベル18か。天使ダンジャック17、鬼人アレババレベル16。さあ行こうか。FP、ほぼ全開ですね。行こう。来た、よく来たな天使ども。泣く子も黙るジュラ様とは。あ、読めなかった。わしに逆らうの者はみんなあの世行き。読めなかった。見る。よし、合成行きましょうか。これ1ターンでまた終わるのか。セーラン法いっちゃえ。セーラン法を使った。シソジュラのシールドを打ち破った。あ、それだけ。もう一丁行こう。セーラン法どうだ。シソジュラのシールドを打ち破った。あ、今度はシールドを打ち破るだけで戦わないといけないのね。オッケー、やってやろうじゃないか。じゃあ覚えたての聖堂派行きましょう。どうしようかな。ヒットポイント回復、いや攻撃しよう。お助け名簿もちろん使おう。桃太郎天使ゲー。わあ、35。セントフェニックス、おお強くなってる。みんな強い。聖堂どうだ。効果がない。そうなんだ。君団子パワー、シソジュラにダメージ75。いいね。どうしよう、天使弾弱とアリババは防御しとく。いやでも行こう。二人とも攻撃して、桃太郎天使使いまくりましょう。桃太郎推しで頑張れ。きびだんごパワー71。おお、めっちゃいいじゃん。調子いいよこれ。正動波効かないから全員攻撃ですね。全員攻撃で、除剣いけ。除剣ボディアタック効果がない。やめてくれ除剣。ラッキーアタック出た。クロスエンジェルのラッキーアタック、115も与えましたよ。さあ光栄も頑張れ。お助け名簿、除剣ダメだったから火よけ如来。まだ耐えれる。そこそこ。スパークウィング、シソジュラにダメージ50。いいね。やっぱ桃太郎天使が一番いいのか。オッケー、どんどん行こう。クロスエンジェル、ヒットポイント回復。自分。お助け名簿。ラスト桃太郎天使、決めてくれ。きびだんごパワー。あ、シソジュラ、体力あるね。セントフェニックスが一番強いかも。あ、やっぱりセントフェニックスがうちのエースですね。助け名簿がもうないね。桃太郎天使ない。パワー切れ。じゃあ火よけ如来。うふん。さあとどめを刺すのは誰だ。やっぱり大和王子か。全員攻撃だ。火よけ如来ゴー。よし、この仇いずれ必ず。やりました。経験値260、高いね。やった、みんなでやったぞ。よくやった皆の者。これでこのエリアも平和になるだろう。ん、エリア別なの。早速だが北東にある洞窟に行き、ワープホールを使って次のエリアに旅立ってくれ。最後に褒美としてみんなを復活させてあげよう。皆さん、私はもっと強くなるために修行の旅に出ます。え、セントフェニックス、あなたがエースなのに。しばしのお別れです。先のエリアでお会いしましょう。セントフェニックスいないので、スーパーゼウスもその北東のなんかワープホールかなんか連れて行ってくれたらいいのにね。はい、ということで今回は宿屋に戻って休みたいと思います。一旦戻ろう。
はい、ということでセントフェニックス旅立ってしまいましたけど、今回は記録して休みたいと思います。次回ワープホール目指して次のステージへ。それではまた、さよなら。